藤波親子参戦。ノア初参戦から2007年かってことはもう10年ですね。三沢選手がね上がったノアをねまた再び、体感したいと思いますんで頑張ります。維新軍やってやるって。第6試合6人タッグマッチ、藤波辰巳、永井光也、レオナ組対マイバッハ谷口、斉藤明俊、腰中志郎組。かつての新日本プロレス反選手会同盟平成維新軍、その旗の下中心に立っていた腰中志郎、斉藤明俊、今ここに並び立とうとしています。今ノアの反骨精神の塊マイバッハ谷口とともに黄色の道着でやってまいりました。組織への反骨精神に共闘したあの時の2人がまた並び立とうとしています。最後に腰中、今日藤波辰巳の前に立とうとしています。緑のマットに谷口の後、平成維新軍再結成、斉藤明俊に腰中志郎です。横浜に集いしプロレスファン酔いしれます。平成の始まりを彩った名優、夢の共演です。1988年昭和63年8月8日、アントニオ猪木との死闘を演じた横浜文化体育館、その舞台に息子と共に向かってきます藤波辰巳。まずその長男のレオナ、そしてドラディション永井光也、そして花道を今藤波辰巳が歩いてまいりました。あの時猪木が挑戦者として藤波に挑む形の IWGP ヘビー級選手権60分フルタイムドロー、藤波防衛。あの猪木が藤波の腰にベルトを巻いた横浜文化体育館、今夢のマットに上がってまいります。レオナ、そして藤波辰巳は親子では初めてのノアマット。さあ今藤波もマットを踏みしめている。伊沢さんが作った緑のマットはまさに自由の信念が詰まった夢舞台、親子で初めて踏みしめる。おーっと、いった、もう行きました、腰中が藤波に行きました。さあ場外になるのか、今ゴングが鳴りました。いやー、小橋さん、いきなり動いてきました。そうですね、もういても立ってもいられなかったんでしょうね。あの永井選手と谷内、いいですね。ああそうですか、2人こうもっとやり合った方がいいですよ。ああそうですか、はい、そして今息子のレオナと斉藤、そして藤波と腰中が今リングサイド、今道着の上で首を絞めています。大変な立ち上がり、さあ入る藤波達人、今放送席の向こうが今戻ってきますよ。小橋さん、今小橋さんリング上、はい、藤波腰中今来ますよ。ヒップアタック、ヒップアタック、大歓声、今日も力を込める、ケツを叩く、藤波立ち上がってる、どう詰めた、ドラゴンスクリュー、プロレス愛が詰まっている。そして前は箱長井が入ってきましたが、小林さん、今小林さんの瞳にはどう映ってますか。まず藤波と腰中が当たりましたけども、はい、まあ、この谷口がどう出るかっていうのは非常に楽しみなんですね。そうですか、はい、まあ、その藤波腰中あるいは藤波親子注目されてますが、だからこそこの谷口がどうするか、はい、この辺りが注目という小林さんです。さあ今永井光也がドラディションの
まあ、一員として佐久間さん、はい、リングに上がっていますが、はい、どんなレスラーですか。そうですね、長谷はね、もともと UWF の練習生からねリングスを経てっていうところでやっぱ打撃関節技を得意とする選手ですよね。で体も非常に大きいのでこう谷口との、ね、マッチアップっていうのは見どころがありますよね。はい、そして佐久間さん、はい、黄色い道着で来ましたね、うん、そうですね、あの平成維新軍というね、もう今回斉藤明俊もいつもとちょっと違うようなね荒々しさっていうのも見せているので、そういった部分っていうのもね今日は見たいですよね、はい、そして今レオナが入ってきました。藤波辰己の長男、まあ、斉藤に膝を打ち合っていますが、佐久間さん、このレオナがこの夏ノアに参戦しまして、はい、初勝利も挙げました。そうですね、あのやっぱねこう試合経験というのがね今までどうしても足りないところがあったと思うんですけど、はい、やっぱシリーズ参戦シリーズ通して戦っていろんな相手と戦ったことによってね、これはもう大きなこう経験を積んだと思うんですよね、あ、そして小林さん、今藤波辰己が息子に声かけてましたね、はい、これは重い、斉藤、やっぱり重いですね、一発が右のエルボーが重い、ただ立ち上がったレオナ、そこでね負けない気迫を見せたいですよね、親父が見つめる前で初めてのノアのマット、親子タッグになっていますが、レオナ今吹っ飛んでいきました。たまらず距離を取りました。まあ小林さん、でも藤波辰己も感無量なところあるかもしれませんね今ね。そうですね、試合前もしっかりとこの息子レオナとそのウォーミングアップを繰り返していた。あっと藤波辰己です。おっとレオナが今グラウンドの攻防、まああのドラゴンスクリューをまず藤波辰己が見せましたが、このレオナもまさに直伝、まあ佐久間さん、はい、レイクスクリューとあえて、はい、レオナ言ってますがね。そうですね、なんかヨーロッパでねこう学んできた技なのであえてそういう呼び方をしているようですけど、まあやっぱり藤波のカードとしてはドラゴンスクリューですよね。はい、今高い斉藤のバックドロップを浴びました。ちょっと驚いたようなレオナ、距離ができました。まあその親父のドラゴンスクリューにも一つ、まあその価値をもちろんあるというところで自分自身がレックスクリューという呼び名にもしています。呼び込みますね。長いがマイバッハ、ちょっと長いと谷口ですね。どんどんいけばいいんですよ。ミドルのマットでエルボー合戦だ。蹴り、その長いの蹴りが出ました。マイバッハ谷口もつい先日までは GH のタッグチャンピオンでした。フライングメイヤーから動きを止めようという長い三ツ矢、この長井光也、そして藤波辰己、レオナ、まあ、チームトラディションというこの3人がノアのマットに上がっているわけです。さあ、いいですね、できますね、うん、この谷内の成長というのは小林さんどう感じてますか。いや、まあ成長というか、今まあ勢いで今ね、勢いが良かっただけでまだ成長は、はい、そんな、そうですか、立派が来ている連発、掛け声が上がる横浜、さあ来る、これが見たかった、久しぶりの腰流し、2年3ヶ月ぶりのノアマット、いや元気いっぱいですよね、藤波辰己の前で今暴れまくっています。僕もなんか今思い出しましたよ、腰中さんに、あのあえてケツを顔にバンバンとこう、はい、やられたのを思い出しました。かなり硬いですか、痛いですか。いや、もう腹立ってケツにチョップをしたんですよ。、はい、ありましたね、お尻にチョップしたの、はい、これ横浜じゃなかったですか。あ、そうだったかもしれませんね、ありました。今こちらかさんのケツを見て思い出しました。はい、まあ、それだけの佐久間さん、はい、この腰中のそうですね、お尻ということですもんね、インパクトがね、やっぱそれだけあるということですよね。改めて佐久間さん、はい、その平成維新軍が再結成されました藤波辰己が立っていますが、うん、あの時代を振り返って佐久間さんいかがですか。いや、やっぱりね、こう本当に、まあ、90年代プロレスブームってね、こう言われた時代をこの一つの象徴的ユニットですからね、そこがね、こう今蘇ってまさか、はい、藤波辰己がね、今度はこのノアのリングでね戦っているっていうのがね、まあ、10年ぶりの参戦になりますけど、まあ、それが驚きで一つですよね、息子と一緒ということですからね。そうですね、うわ、長いですね、今長い長い対空時間のこのブレンバスター落としていきました。さあ、カバーに入る斉藤明俊、一発目がね、はい、一発目がこう支え切れずに下ろしてしまったんで、はは、意地になってましたね、今2発目、そうですか、2発目意地になってました、
いつも以上にまた気合い入ってますね、斉藤もね。表情がね、やっぱりこうかつてのね、衛星維新軍の頃のような表情に見えますよね。そうですか。やはり腰長素人並び立っていて、またいつも以上のファイトを見せているというところでしょうか、斉藤。いい顔してますもんね。そうですね、はい。そして小林さんが注目しているこの永井と谷口。まあ、佐久間さん、このマイバッハボブツバイですか、はい、またちょっと今年もね、また格が上がってきてるようなそんな感じしますからね。まあ、本当に大技を出して丸内とのタッグでね、ベルト取ってからは、まあ、パートナーをパートナーと思わない動きであったりね、谷口が少しこう覚醒したようなところもありますから、こういう試合でもね、まあ、普段対戦してない長井との戦いでも自分をね、こう出していくっていうところですよね。ここはやっぱり大事ですね。引きませんよ、はい、引かない。ここからですね、小林さんね。そうです、そうです、はい、あんま声、あん、はい、今、藤波が手を出している。レオナも手を出している。藤波辰巳が入ってきた。さあ、谷口そのまま、はい、おっと、詰めた、ドラゴンスクリュー、恐竜休め、恐竜休め、斉藤いった。さあ、ドラゴンスクリュー、またいった、回った、1回転、2回転、ロープに振って取れた。ドラゴンスリーパーいきますね。あ、ドラゴンスリーパーに入る。あ、そして、しかし腰長が準備万端、引っ張った吹っ飛んだ藤波。元気ですね、元気ですね、腰長さん、元気です、元気ですよ。お、しかし息子飛んできたレオナ。ここは平成維新軍、この道を通るなと試合前、そう藤波辰巳にそう話をしていました。腰中暴れ、斉藤暴れ、今藤波の息子長男のレオナ、さあ何かを残そうという。良くなったんですね。そうですね、前に比べて。ああ、そうですか、はい、村本に言ってましたね。いい蹴りでしたよ、ね、確実に変わってきてますよね。そうですか、はい、さあ、あとは親父の前でこのレオナ、もっと行くか、ドラゴンスクリュー行くのか。藤波辰巳、しがみている前ですが、ここはまだいけない。前は当たり口の重いエルボー、右のエルボー捉えた。逆さ抑え込み、どうだ、カウント圧、もう一度スモールパッケージホールド、なんとか丸め込もうというレオナ。ロープを使う、ラリアット、ここで平成維新軍入ってくる。あっと分断しました。ちょっとこれは坂本さん、レオナピンチになりますよ。やばいですね、3対1ですからね、さあ、腰長が引っ張った、一発強烈、アゴにヒット、1人、そして平成維新軍アウト、一回転、斉藤明俊、そして前歯旗に打ちが捕まえた、ショークスラムで落とす、そのままここはレオナ肩を上げたいところ、ロープレット、長いカット間に合った、長いカット間に合った、長いのキック、この長いと谷口っていうのも今後ちょっとノアに意向を残すかもしれませんね。横来ちゃんが面白いですよ。そうですね、長い今場外に落ちましたが、さあバックを取っている、そのまま落としていきました。マイバハボブツバイ、完璧に決まりました。今じーっと藤波辰巳がレオナを見つめていました。夢の共演、藤波辰巳、そして平成維新軍、この横浜文化体育館で相まみれましたが、最後健闘しましたが、レオナ今父藤波辰巳が腕を取って起こそうというところでした。そして緑のマットの上、長いと谷口、小林さんやってますよ、はい、斉藤は引き離そうというところ、これはちょっと佐久間さんありますね、はい、これ、いや、もうね、長井の方も収まらない感じですよね、はい、長井三谷はこれがノア初参戦だったんですが、谷口との、まあ、冒頭からの場外乱闘があったんですが、今後マットこのノアのリングの中でどうでしょうか、前バッハ谷口との離婚対決が生まれそうですね。シングルでやらした方がいいですよ。あ、そうですか、シングルで決着をつけた方がいい、そんな今日の第6試合になりました。10分08秒、勝ち名乗りは結成されました平成維新軍。
今、星永と斉藤がっちり握手、藤波辰爾の前で足名乗りを受けました。今、まだやっていますよ。ちょっとリングしたら藤波辰爾もちょっと驚いたようなそんな表情。今、長井光也とともに息子とともに上がってきました藤波辰爾。今、場外に落としてきました。藤波辰爾は3年半ぶり4回目のノアマット、あの10年前の武道館、三沢塩崎、藤波、西村という戦いもありましたが、久しぶりのノアマット、あのドラゴンスクリューを2度見せました。ただ残ったのはそのトラディションの永井と谷口の遺恨、果たして今後はどう動いていくんでしょうか。そして久しぶりの平成維新軍、元気な星中のヒップアタック、横浜のファンにその目に焼き付けることができました。今夢の共演が静かに幕を下ろしたところです。分かったか、10月カウントだ、リーグ戦、この俺様をエントリーしろ。俺がな、ノアのやつら全部美味しく食ってやるよ。おいマスコミ、お前らも聞いただろう。これでな、ノアが俺を出さなかったら戦わずしてノア逃げたっていうことだ。レオナさんとのタッグというのはいかがでしたか？あんまり気にしないようにしてますけどね。でも心の足がどっかに、焦らずに、なんていうのかなか、相手にぶつかっていけるかなっていう、ちょっと硬さも見えるよね。ちょっとぎこちないしのかまだね。でも俺がいるかも、いるからかもしれないね。そして復活した平成維新軍との試合になりました。このあたりも感慨深いんじゃないかと思うんですが。そうですね。だから前まで戦い慣れた仲間だからね、そういう部分ではこう理解とかもあったけど、やっぱり一人変わるとあそこまでこう流れが変わるのかなっていう感じでね。でもちょっと親しんで慣れた、なんかこう懐かしんでる時間もなかったね。おい、ありがとうございました。いかがでしたか？ではもう明俊と前バッハが一生懸命やってくれたから問題ないですよ。はい、久しぶりの平成新軍戦ってみてどうです？そうですね、一緒に組んで、やっぱり昔から慣れがあるんでね、何の違和感もなく、思いっきりできました。はい、谷口選手、試合後もちょっと荒れた感じでしたけれども、